まあ、僕自身がザ・サラリーマンだったんですよね。マッキンゼがいいって言ったからやったわけですよね、うん、取締役会で承認されたからやったわけですね。僕はアサインされましたよね。だからやってるだけで、なんか僕悪いことしてますって。自分事として使命感を持ってるような状況では全然なかったんです。そもそも根本的に間違ったと思って、まあ、転んだら転んだなりに、この転び方を一回検証しようよねって方がよっぽど大事なんですけど、うん、3回連続失敗した時に病んじゃったんですよね。で、どん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 孤立していくっていう悲惨なことをやって、皆さんこんにちは、スタートアップチャンネルです。さあ、今回はですね、新規事業家の守屋実さんとユニコーンファーム代表の田所さんとの対談企画となります。お二人どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。テーマなんですけれども、新規事業スタートアップの失敗額ということで、新規事業だったりとかスタートアップに関わる中で実際に見たリアルな失敗、あるある失敗事例から成功に必要なポイントを学んでいきたいと思います。さあ、ここまであり方の失敗学見てきましたけれども、なんかの記事で守屋さん、自分自身があり方を失敗したっていうのを書いてたかなと思うんですけれども、そこから成功したのはどういったところだったんでしょうか。成功したかどうかは分かんないですけども、少なくとも2回僕やってるんですよね。2回、僕就職初めてしたのがミスミっていう会社だったんですけど、そこで1回やらかしてるんですよね。でミスミで10年新規事業やった後に、ミスミの創業の田口さんって人なんですけど、その方と2人でエマウトっていう会社、新規事業の専門会社作ったんですけど、そこでも1回やらかしてるんですよね。で、2回やってみて、今振り返って思うと、典型的にやったわなって言って典型的なのやったわなって思っててですね、それどういう話なのか、まずミスミの方から話をすると、それこそだからさっきのサラリーマン症候群みたいな話で、僕自身がザ・サラリーマンだったんですよね。ああ、そうなんですね。何をやったのかっていうと、ミスミで、ミスミって機械工業系の金型の分野の会社なんですけども、多角化するぞって話になって、自分たちの機械工業系とは違うところやるぞって話になったんですよね、はい。それに僕はアサインされました。入社して早々にアサインされましたと。で、その時にミスミはマッキンゼっていう世界最高峰のコンサルティング会社に依頼して、俺たち飛び地の事業やったことないんだけどどうしたらいいか教えてって言ったんですよ、そしたらマッキンゼがこういうふうにやれってやり方を教えてくれたんですよ、で、そのやり方の通りに、進めることになりました、で、彼らはそのパワポの資料を置いてってくれて、風のように去っていったわけで、機械工業系の金型の僕たちだけが残って、医療の分野、メディカルの分野に参入するぞって話になったんですよ。で、この時の僕のメンタリティがどうだったのかっていうと、新規事業の担当者でね、楽しく、自分自身やる気を持ってやってたはいたんだけども、よくよくちゃんと冷静に、当時のことを振り返ると、マッキンゼがいいって言ったからやったわけですよね、取締役会で承認されたからやったわけですね。僕はアサインされましたよね。で、インタビューに行けって言ったから行きました。で、1個から細かいものを買えるカタログ通販であったら便利ですかって府庁さんに聞いたら、いいってみんなが言ってました。だからやってるだけで、なんか僕悪いことしてますみたいなそういうノリだったんですよ。で、なんだったら夜の飲み会に行きたいから、さっさと報告書を書き上げて書いたかったんですよ、だからそこに何が何でもこのインダストリーのサプライチェーンを変革するのであるとか、ここに改善しなきゃいけない大きな負荷があるから、これをこの負をどうにかしなきゃいけないんだって自分事として使命感を持ってるような状況では全然なかったんですね。そこは一回病院向けに参入して下手こいて、で会社から怒られて、ですぐ診療所向けにピポッとし直して、それも下手こいて、でこの2回僕は空振りをするときに、ずっとそんな感じだったわけです。で、僕じゃないですよね、だってそれって決まったやつですよね、何かみたいなことを言いはしなかったけど、多分僕は根っこで思ってたんですよ、当時の僕はどうせ。それはやっぱりもうそもそも根本的に間違ったと思ってて、でなんで僕はそんなことを言えるのかっていうと、2回失敗してからむちゃくちゃ社内の風圧が強くなって、いやお前誰のおかげで食えてると思ってんだって面と向かって陰口を叩かれる、それもはや陰口じゃないそうやって怒られました。その時に気づいたんですよね、もしかしたら僕間違ってんのかもしれない。でもそ
こで気づけたのが、で自分ごととして事業を捉えて必死に現場に入ってって、まあ、実際僕動物病院の事業を最終的に立ち上げたんですけども、会社を休んで動物病院で1週間バイトをして、うん、でもう散々やってみて自分ごとになってみたら、なんか今まで全部俺起きてたことを全部スルーしてたんだなって思ったんですよね。いや何が変わったって自分の心持ちが変わっただけなんですけども、うん、起きること聞くこと見るもの全部が違うように、業界にこういうことがあってそういうことなのかって想像するようになったりとか、うん、やっぱりこうそこ大間違いしたなっていう、そんな話だったんですね。でもそれに気づいてまた2回目もあるわけじゃないですか、あり方の変革が。やっちゃったんですよね2回目は何かっていうと、M アウトっていう会社ですと、まあ、三隅の創業の田口さんと一緒に作った、企業をもっぱらとする企業、新規事業だけを事業とする会社、今でいうとスタートアップスタジオみたいなものですね、うん、自分たちで事業を作ってそれを売却して、売却すると空っぽになるからまた新規事業を作ろうねって会社なんですけども、はい、当時の僕はあの新規事業についてはまだまだ未熟だったんで、3回連続失敗した時に病んじゃったんですよね。まあ、今の自分で言うと10中8うまくいかないんだから、10回やったら1個か2個うまくいくんで、だから8回か9回の転び方ちゃんと上手に転ぼうねと、うんうん、全力で転んで、そんな8回も9回も転んだら死ぬからって話なんですけども、当時の僕は力加減が分かんなくって、3連続失敗する中で、それこそサザエさん症候群みたいになっちゃったわけですよね、はい、金曜日の夕方が一番幸せです、なぜなら土日が休みだから、でも2回寝るとなぜかもう翌日会社になるから、日曜日の夕方のサザエさんが始まる頃にはなんかどんよりとしちゃってて、月曜日の朝歯を磨くと上って吐いちゃうみたいな、苦しいですね、まあ、そういう状況になりました。でこのやっぱりうまく事業をやめるということができなくって、もうおかしなことになったんですよね。で3回連続失敗した僕はどういうことになったのかっていう、まあ、サザエさん症候群なんですけども、例えば新規事業の専門家というかそういう人間、専属の人間として新規事業を提案しなきゃいけないのに、この事業はここに難所があるからうまくいかないかもしれません、むちゃくちゃセーフティーネットを張るんですよ。でそうすると例えばそういう人と、ね、田所さんが一緒にやるかと、もうなんか提案するそばから、いやこれ難しくてね、これ難しくてねって言ってる僕を田所さんが仲間と認めるかって認めないですよね。だからみんなが森谷さんってさってなんかみんなが去っていくわけですよ。でどん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 孤立していくっていう悲惨なことをやって、だからそれだからもうなんか三隅の時とは違うパターンでなんかろくでもないことをしてしまったっていう感じですね。あれですよね、本当にあり方にこだわって自分が変わったからこそ、あり方に変われない人に対して結構過剰に反応するってありますよね。自分自身がやっぱり僕自身も教科を書いたっていうのも、自分自身が、まあ、何もやり方わからなくて、あり方も悪かったと思うんですけど、それでやっぱ失敗してしまったんで、すごい自分と同じ鉄を踏んでる人を結構見るんですけど、うん、そうしたらもう過剰に反応するわけなんですけど、これは絶対やめた方がいいからみたいな感じですごい思いますね。あとは先ほどおっしゃったその転び方がわからないっていうのは非常に大事なポイントで、新規事業のスタートアップも大事で、過剰に反応しちゃうと、なんか例えば超具体的な話で言うと、何かサービス作りましたって言ったらみんなどうするかっていうと、過剰に反応する人って初年度から年間契約とかあるんですよ。初年度から年間契約やって、例えば今2023年4月ですけど、頑張ってプロダクト出しましたって言ったら来年3月まで誰も辞めないんですよね、年間契約なんて、うん、そうね、これ何が起きるかっていうと、うん、来年3月みんな辞めるんですよ、うん、お客さん、でみんな辞めるんです。その時初めてうわーって失敗したと思うんですけど、うん、そこまで先延ばしちゃうんですよね、うん、でも10チャー発もうまくいかないんで、例えば100人初月お客さんいったら、もしかして初月でなんか20人辞めるかもしれないと、うん、でもその20人怖いんで1年とかやっちゃうんですけど、大事なことが20人やれたら20人が何でやれたかってことを徹底追求して解像度を上げたらヒントがあると思うんですよね。でそれが年間やっちゃうと1回ですし、もし毎月契約だったら12回できるわけなんですよね、うん、なんでじゃあ12回学んで、あ 俺たちこんな失敗したと、じゃあみんなで学ぼうみたいな、まあ、転んだら転んだなりに、あこの転び方はこういう感じで悪かったよねと、この転び方を1回検証しようよねって方がよっぽど大事なんですけど、うん、過剰にセーフティーネットやっちゃうと、転ばない転ばないって感じでどこに行かなくなるみたいな、うん、っていうところですよね。本当そう思いました。
勝ち筋を見つけるために最初は試行錯誤する時間だから、うん、捏造した成功なんかしても意味がなくて、それ再現性ないやんっていう話なんだけど、まあそんなことは思わずに頑張っちゃってね、当然ね。お客さんに怒られるとかめちゃくちゃいい話で、お客さん怒るってことは無関心じゃないってことなんですよ。なんかそれで、いや、あんたのサービスはこんなこんなって言ってきたときに、じゃあどういうふうにしてお金払ってくるか、お金払ってるからお客さん怒るわけなんですね。3000円払ってますと、まあ、3万払ってますと言ったんで、いや、こんなサービス5000円しか払えませんわって言われたときに、じゃあどうやったら3万円払ってくるんですかって問いに、初めてそのお客さんからのあの問いが答えを引き出せるわけなんですよ、うん、それをせずになんか毎月3万円月間36万で、で5000円しかお客さん勝っちゃうお客さん怒ってるわけですよ、うん、怒ってなんかインタビュー書き込んでるんですよ、このサービスはもうダメだみたいな感じで、うん、それをバーってこうマグメで溜まって1人が一気に辞めちゃう、あでそれ全員辞めちゃってチームの勢いも落ちちゃうみたいなケースが実は本当に冗談じゃなくてめちゃくちゃ多くてですね、うん、なんでそのまさに失敗との向き合い方っていうあり方ですよね、うん、っていうことはものすごい大事かなと思います、うん、でもね、でも当時はうまくこうそうやって失敗に向き合えなくって、うん、でも自分で抱え込むわ、でしかも事業を考えるときに机の上で考えるんだよね、なんかこうやっぱりどういうウルトラシーを生むのかぐらいになっちゃってて、やっぱりなんかテクニカルな方に走っちゃってて、で結局そうやって3連敗して、ね、4試合目でなんか死ぬほど大変なことになっちゃうみたいなね。ちなみにその時にたまたまなんだけど、もうそれで社内でなんか常にディフェンシブなことばっかり言ってる、なんかネガティブな僕は友達がいなくなっちゃったから社外に出ていくしかなかった、ね、別にで、まあ、すごくカッコつけた言葉で言うと、うん、社会に出て課外に出て世の中の課題を発見しに行きましたって話なんだけど、うん、まあ、もうちょっとリアリティのあることを言うと、社内にいるとなんか居場所がなくって居心地が悪いから出てただけなんだけども、うん、まあ、そうした時にたまたま外に出てった時にすごくいい事業のネタに出会ったんですよ。あ、へえ。で、実はその事業を、まあ、社内に持って帰ってやったことによって、まあ、成功して、要は事業の借りを事業でしか返せなかったんですけども、でその時にね思ったんですよ。社内にいて悶々と机の前に向かってなんか理屈ばったこと考えて、なんかパワーポイントとエクセルやって、でなんかセーフティーネットを張ってって、なんか何もかもが間違ってて、でそうじゃなくて世の中にはその課題なんかたくさんあってみんなが困ってて、でそれに対してどんだけ向き合って本気でそれをトライするのかって話なんで、アイデアなんか5万とあると、課題なんか5万とあると、そうじゃなくて自分が何に対して本気で臨むのかっていう、そこさえ見つければいいのであるっていうことに気づいて、まあ、そこから先はすごく気が楽になって、なんかその新規事業を捏造しなくてもオーガニックにいろんなものがあって、そこに本気で向き合えば、正しい仲間と本気で向き合えば結構な確率でどうにかなるのであるってことに気づいて、まあ、そこから先はなんか自分自身がちゃんと新規事業に向き合えるようになった、そんな感じです。さあ、ということで本日は新規事業スタートアップあり方の失敗事例をリアルな体験をもとに伺って、そこから成功への道筋を学んでまいりました。このスタートアップチャンネルではですね、スタートアップや新規事業に役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。さあ、森谷さん、田所さん、本日はありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。